今年の春、私たちは一人の女性に出会いました。こんにちは。こんにちは。エリザベタさんですか。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。ウクライナから名古屋に避難してきたエリザベータ・コロトコバさんです。友人を頼って来日し、市内のアパートに入居してまだ1週間。でもこの時すでにあることをはっきりと決めていました。私にはもう帰る場所がないと思っています。戦争が終わっても日本で未来を築いていきたいと決めています。エリザベータさんが生まれ育ったウクライナ東部のドネツク。8年前、ウクライナ政府軍と親ロシア派との間で紛争が勃発。その影響で家族は2016年にキーウ近郊のイルピンに移住。安全な暮らしを取り戻したはずでしたが、イルピンでロシア軍は街中で市民を銃撃し、子供、小さな赤ちゃんを連れた人までも撃たれていました。言葉で言い表せないような光景でした。ずっと待っても戻らなかった平和。先の見えないこの状況よりも安全な国で将来を築いてほしいと、家族はエリザベータさんを送り出してくれたといいます。早く仕事を見つけたいと思います。ウクライナでグラフィックデザイナー、イラストレーターとして働いていたエリザベータさん。日本でも同じ仕事をしたいと考えていましたが、日本語の壁があり、就職は難しく、残されたのはフリーランスの道。オンラインで仕事の受注ができるサイトに登録しましたが、仕事の依頼はなかなか来ません。焦りがどんどん募っていき、5月に開かれたある講演会の時、言葉を覚えて仕事をして、自分の足でちゃんと歩きたい。すみません。大勢を前に初めて語った思い、溢れそうな涙を必死にこらえる姿がありました。7月に名古屋で開催されたウクライナの文化を紹介するチャリティーイベント、伝統絵画の体験会が開かれていましたが、ボランティアで講師を務めていたのはエリザベータさん。とても明るい表情。それに、日本語を話していました。2ヶ月の間に何があったのでしょうか。あと毎日学校で勉強します。日本語学校、月曜日から昨日まで、あと9時からあと22、20分まで毎日勉強します。毎日漢字を書きます。毎日テストがあります。実は6月から避難民に対して授業料を免除している日本語学校に通っていたんです。では仕事の方は。今仕事がちょっとあります。ちょっといいです。確かにオンラインサイトでの仕事の実績は20件以上に。ロゴ制作などがほとんどだそうです。そしてこんな仕事も。ある建設会社の依頼でデザインした作品がビルの屋上に設置され、
この日初めて見に行ったエリザベータさん。すごく大きいです。ああ、いい。本人も驚きのその大きさ。エリザベータさんが描いた2種類のイラストが7月に看板となって設置されたんです。遠くからも見えますね。作品のテーマは世界の平和です。ウクライナと日本の日本が友達ですから。そしてこちらのイラストに描かれているのは名古屋城を背景に笑顔で遊ぶ子どもたち。今回の戦争で一番の被害者は子どもたちです。だからこの絵の中ではウクライナの子どもたちが平和に楽しく遊んでいるように描きました。戦争により家族や家を失った大勢の子どもたち。平和で幸せな日々が戻りますように。絵にはそんな願いを込めたといいます。家を離れて日本まで来ましたが、こんな仕事までできて本当に幸せです。とてもね、明るくなりましたね、この周りがね。支援になればと仕事を依頼した社長。喜ぶエリザベータさんを見てとても嬉しそうでした。名古屋のシンボルであるシャチホコが好きだというエリザベータさん、実は別のデザインも。名古屋市の避難民支援事業のパンフレットで担当したのはこのウクライナカラーのシャチホコ。ロゴには可愛いハートも描かれ、支援してくれた人たちへの感謝の気持ちが込められています。日本での仕事に喜びを感じているというエリザベータさん。その作品はどのように生まれるのか、依頼者との打ち合わせに同行してみました。お、はい、こんにちは。あ、とても綺麗です。あ、すごい。今回仕事を依頼したのは和太鼓チームの皆さん。5人で椿っていう花の名前のチームです。椿はウクライナに。依頼内容はチームのロゴ制作です。練習を見てロゴ作りに生かしてほしいと招かれたエリザベータさん。和太鼓の演奏を見るのは初めて。すごい。あと大好きです。報道などでエリザベータさんのことを知り、仕事を依頼することにしたというメンバー。そこにはこんな思いが。思いでみんなエリザベータさんと同じ年代の子供がみんないます。お父さんやお母さんも、あとウクライナ、ね、そう人たちもエリザベータさんを一人で日本に来させるっていうことがすごく、私たちみんな自分の子供とかのことを思ってすごくたまらなくなって、何かお手伝いできることはないかなって思って。素敵なロゴが。その思いを聞いて感謝の気持ちで胸がいっぱいになったというエリザベータさん。果たしてどんなロゴができるのでしょうか。
二度の避難を余儀なくされ、将来を築きたいという決意でやってきた日本。これまでにさまざまな出会いがありました。本当に古い昔の会社をどん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 新しく、変えていきたいと思って。和太鼓チーム椿のもとに届いたのは、待望のロゴ入りのパーカー。エリザベータさんがデザインしたのは、真上から見た和太鼓をイメージしたロゴ。目を引くのはメンバーと同じ数の椿。そして右上に描かれているのは2本のバチです。かわいいよ。和のイメージもありますね。素敵。応援したい気持ちから自分たちも応援されてる気持ちと一緒になった形で、なんか力もこのデザインでもらえたし、お互いがなんかその気持ちでつながった感じがして嬉しいです。みんなの思いに応えたいと一生懸命考えて作ったロゴ。エリザベータさんはどう作るかたくさん悩みました。でも最終的には彼女たちの強さと優しさが表現できたかなと思います。少しずつ増えてきた仕事の依頼。でもまだ不安定なところがあり、1ヶ月の収入は数万円にとどまってしまうことも。そんな中、今一番心配しているのは、両親は今一人8000円の年金だけで暮らしています。ウクライナでは何もかも高くなっていて、生活はとても苦しいです。私がもっと働いてお金を送ってあげないと。ロシアによる侵攻が始まってから8ヶ月以上、状況は緊迫化する一方で、終わりの見えない戦いはまだ続いています。ここまで長く続くと思いませんでした。今一番怖いのは人々がこの状況に慣れてしまうことです。戦争は早く終わってほしい。そしたら家族に会える。